久保さん。久保さん。これね、もう伝説作れるんじゃないかなと思うんですけど、FX をやらなくても FX で成功するっていうね <laughs> 僕が FX を選んでる理由は、まあ、久保さんもね、体感してると思いますけど、まあ、あの、コークタが高いんですよね。で、リストも取れるし、<laughs> ね、商品売れるし、だからあの、自分がやらなくても売れるし、 単価高いし。だからまあ、多分ね、この情報発信を何でも僕は情報発信できるので、FX のワード、FX に関するワードをもう全網羅余裕でぶっちぎりできできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ FX に関する本を一冊買うじゃないですか。で、そこに出てくる投資に関する単語を全部、あの、織り混ぜて全部動画撮ってあるみたいですね。もうそしたらまあ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 ですよね <laughs>。ね。 まあ何百個あるのかわかんないですけど。何百個も作れる人いないので。うん。だからね、あの、情報発信しながら学びながら稼ぎ、学びながら稼げるっていうね <laughs>。すごいロジックですよね、これね。しかもその情報発信のいいところって、例えば相場解説に関しても、自分がね、情報発信するから、 相場解説なんですよね。あの、相場を見るってみんな、あの、FX で勝ちたいから相場を見るみたいな。FX で勝ちたいから、あの、あの、なんだ、あの、経済指標を見るとかね。そんな感じなんですよ。か、投資で勝ちたいから世の中の流れを見ると。僕は情報発信したいから世の中の流れを見る。これね、ち、全くちょっと違うんですよね。で、これ、これができるようになると、もう、無限ですね、久保さんね。 だからね、まあ、成功するポイントとしては、やっぱね、大衆の逆を行けと。<laughs> 大衆の逆を行くっていうことが大事なんじゃないかなと。うん、思いますね。いってらっしゃい。